けど、ただ、ぐぐー、あ、すぼ。こう言ってたじゃん。え？旅行。いろんなとこ。なんか面白かったとこないの？ここ良かったみたいな。旅行は多分日本全国、有名なとこ、全部は行かんねけど、旅行は行ったよ。うん。どこが楽しかったとか覚えてる？旅行は楽しかったとこ行ったのもな。平原のとこ行った、北海道も行ったっぺ。九州も行って、沖縄行って、佐渡島も行ったし。写真見ていいか？いっぱいあるの。なんか、綺麗なとことかあった？綺麗なとこ。いっぱいあるよ。雨降ってきたわ。ばあちゃん、洗濯物干してある？洗濯物？うん、雨降ってきた。洗濯物込んだっぴよ。入れた？洗濯物は込んだ。これは子供らのだけだ。これ有名なやつだね、これ、うん、これ長崎。ところは長崎行った時か、うん、え、ばあちゃんどれ？お、ばあちゃんこれ？これ。あ、眩しそう。これはきっと石川県、能登の方、あ、東尋坊とかってあるところの、うん、きっとこれを買いとかねえから何でもな、うん、何歳くらい？これきっとあれだ、石川県だの、これきっと、うん、綺麗だね、うん、これは京都、京都行った時新幹線の中だ、これ、うん、これはこれ石川県なのきっと、これも東尋坊、東尋坊な、うん、石川県だよな、うん、石川県だよな、うん、石川県だよな、うん、千里が、千里が待つんだか、これ、うん、これうちのうちだね。これなんて言うんだっけが、この糸酒、何県？なんていうとこって、これまっちゃんとあれだって、これも井戸酒村だったかな、忘れた。息子もさんと撮ったことあるの。ああ、両国？これ。あの、おばあちゃんが。つくば、なんだ、なんちゅんだっけ、その、ホテルなんちゅんだっけ。マロード？あ、マロードつくば来たときね。うん。その通りが、あの、二度いつ目だっけか、二度いつ目ってなったか、あ、それのあれで、だらないな、これはな、なんだっけ、あの船かな、船、おお、書いたことが忘れ、船下りなんてやったことっけ、こけし工場、群馬県か、これ、これは岩手県の三陸海岸っていうところで行ったところだけども、これ、うん、これ栃木県だけか群馬県だけかね、大仏があるところ、
これは私の、ね、兄貴。お姉ちゃん死んじゃったんだ、これ。死んじゃったけど。ちょっと似てるね。え、長女ってことでしょ、うん、長女そう。え、コメントくれた人だよね。誰だっけ。え、ばあちゃん由美子さんのお母さん。そうか。死人でどこ行ったの、どんな島。由美子さんはあのコメントくれるの。え、コメント、 YouTube に、ばあちゃんの YouTube にコメントくれるの。由美子さん、まだまだ長生きできるって。え、まだまだ長生きできるって。誰が言うの。由美子さんがばあちゃんの料理してるのとか見て、まだまだ長生きするって。うん、100歳までいけるって。コメントくれるの。遠かった、これ山形だけか岩手県か。え、終わってすぐは何もなかった。ん、あの戦争終わった時は食べ物とかないの。ねえ、ないんだよ、やっぱり終わった時なんかなおさら。戦争はね、戦争の後半は何もないでしょ。ん、後半、終わりの時、終わりの頃は何もないでしょ、ほとんど食べ物。終わりの頃だって戦争中と戦後何年間は、うん、全てが物不自由して、うんうん、戦争中と終戦後ひどかったよ。でも飢え死にしちゃう人とかいないでしょ。飢え死にしちゃう人とか、飢え死にした人は分かんない。何だねんじゃないかな。なんか野菜とか配ってた、うん、農家でしょ。それまあまあ農家は、それ農家の人は野菜とか食べ物は、うん、作るから普通しないけど、うん、米とか麦とか作るとみんな教室、うん、教室で出さなきゃなんないの、うん、ただではねえけど金はあれだけどな、うん、農協に出さない、うん、本当にひどかったよ。そのお米はどこ行くの。そのお米はどこ行くの。兵隊さん、一応農協へ、うん、あ、農家はよ、うん、農協へ納めんだい。農協がそんでそっちこっちこう歩くんだっぺ、うんうん、配るっちか売るっちかな。ばあちゃんちがお米作ってたの、うん、ばあちゃんちはその野菜とかだけ。ここへ来てからは、うん、何しろ山掘り開墾したから、うん、あんまりいいものができなかったけど、うん、まあ食べることはな大丈夫だったんだよ、うん、本当にひどかったよ戦争中。戦争なんかやるもんがね、玄米、うん、白米じゃなくて玄米が入ってるなろう、うん、人によっては白くするのね、一生懸命その玄米を入れて、うん、棒でこうやってすぐついて白米にして食べた人もいるんだ。病人なんか食わせるのね、うん、一生懸命玄米入れてうとか、うん、え、そしたら白くなんの。しばらくかかっけどな。そういうこともあったんだ、うん、けど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 しゅっぽ。